こんにちは、こんばんは、ボナールチャンネルのゆやです。ボナボナ。はい、ということでね、初のプロスピの動画ですね。僕、プロスピ、実はあんまりやったことなくて、で、アプリ撮った時もね、パワープロのついでにやろうかなぐらいで撮ったんですけど、ここに来て、ブームが来てます。で、サムネとタイトル見てもらったら60連って書いてあるんですけど、この動画を撮るつもりがなかったんですよね、最初。なので、最初の30連の結果はもうこちらです。引いちゃってます。1回目がこちら。まあ1回目っていうか、1回目は最初無料分の10連分なんで、S レア確定だったんですけど、山本由伸選手が来てくれました。僕でも中継ぎの S レアは2人持ってて、まあ先発が1人だったので、先発がいいか野手が良かったんですけど、まあ僕まだ全然弱いので、あのログイン勢だったので、まあ S レア来てくれただけでもね、ありがたいかなと思います。強いとか弱いとかはちょっとあんまり分かんないですね。でもって、まあ、エナジーを使った最初の10連分はこちら。闇ですよね。菊池選手の A をね、持ってたので、被ってしまって、こういう、被った時ってどうすればいいんですかね。なんか、同じ、全く同じシリーズとかも同じだったら、その同じ素材を混ぜればいいと思うんですけど、僕が持ってるのより、多分こっちの方が強いんですけど、なんか育てるのも大変だなぁと思いつつ、どうすればいいのかわかんないなぁっていうので、取っといてます、今。で、20連目がこちら。闇ですね。基本確定分でしか S レアって出ないんじゃないっていうぐらい出ないですよね、プロスピは。まあ、青木選手の A が来たんですけど、まあ、センターはもう S レアの選手がね、埋まってるので、ちょっと使わないですね、多分。でもまあ A ランクは一応残しておきます。はい。でもって30連目の結果がこちら。僕ね、S レア確定分以外で出たの初めてですね。まずまあ森選手。これ嬉しいですね。キャッチャーはね、ヤクルトの中村選手の S を持ってたんですけど、いや、森選手熱いでしょ。もうずーっと使えるでしょ、森選手。で、なんか実際、これ引いたのは3日前ぐらいだったんですけど、もうめちゃめちゃ打ってくれるんでね、もう僕のチームは弱い攻めなんですけど、キャッチャーでこんだけ打てるとね、使いやすいですよね。で、谷本選手 S って言った。1回で人気、2人 S が出たのは初めてだったんでびっくりしました。でもってね、本題はここからですよ。まあ、見ていただければ分かるんですけど、エナジーはね、750個、必死に貯めてあるので、あとはもう引くだけなのでね、ぜひね、もう一人ね、来てほしい。だから60連目で僕はあの、自チームが巨人なので、坂本選手は来るのは確定してるんですけど、もう一人ぐらいね、来てほしいっすよね。まあ、喋りすぎないでもうね、今日は、引いていきますか、どんどん。じゃあ、いきます。頼むよ頼むよ。あ、さよならのチャンス、さよならのチャンスの時はあんまなんだよね、多分。これなんかボールのエフェクトかとかが変わんないと、変わって、やばい。 B が多いよ。待って、頼むよ。電波が悪い。あー、筒香選手出たけど、まあこれ A 確定なんでね。うわー、マジかー。スクショ取ろ。やられました。やっぱ S は出ないんかねー。まあ、あとね、まだ20連分あるので、僕ね、あのショートセカンがあのまだ A の選手使ってるんで、ショートはもうこれ坂本選手確定なんですよ。そうね、どう、そうだね。じゃあね、でももう一回いきます。5回目、50連目。頼むよ頼むよ。おおお、長打で逆転さよならよ。これあるんじゃない。おお、火ついたよ。頼むよ。このエフェクトが入んないとな。また電波ある。ちょっと今日電波あるですね。申し訳ないです。よいしょ。よいしょ。頼む。うわ、マジか。ここに来てこれ結構闇じゃないですか。うわ、マジか。ちょっと気分転換しましょう、気分転換。今やってる、今じゃねえや。
これ多分投稿してる時にはもう終わってると思うんですけど、ドリームキャラバンイベントがやってると思うんですけど、これを10周して僕エスレア契約書をねなんとかゲットできたので、これ行きたいと思います。ここではもう本当に先発かセカンドが来てくれたら嬉しい。頼む、行きます。来て、頼むよ、頼む。いや、ファーストいるんだよな。なんか今レフト守れる選手が3人いて、で1人 T 岡田選手なんで、それを無理やりファーストに持ってきてるんですよ。まあ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 本命ですよ、本命。もう60連目いきましょう、引きましょう。ここでだからね、2人来ればいいんだから、結局はここで2人来ればいいんだから。いきます、60連目、来てよ、頼むよ、頼むよ。おお、なんかすごいすごいすごい、こういうの出るんだ。ホームランで逆転するのは初めて見た、すごい。あー、こう青くなってるよ。あ、もうすごい、全部エフェクト出んじゃん。頼む、2人来て、2人来て。もう電波悪すぎ、やばい。うわ、あー、マジかマジか。 A 来て、 A じゃない、 S 来て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 、あれ5じゃね。うわ、あ、マジかー。はい、ということでね、今回は、60連ガチャこういう結果になりました。いやー、やっぱ S がね。でもまあ途中30連目でね、一応2人出てるんですけど、いやー、アニバーサリー欲しかったね。坂本選手見ますか。いや、かっこいいけど、うん、まあまあショートはこれで埋まったんですよね。一応今までショート持ってなかったんです。まあ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 、でもこんだけねプロスピをね、やったのは初だったので、またね今後も、まあ今はね結構野球ゲームが楽しいので、またね、声が大きくなったらやりたいと思います。でね、プロスピとかパワープロとかね、こういう企画が見たいっていうのがあったらぜひね、コメント欄にお願いします。はい、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてね、チャンネル登録欄の横のねベルマーク押してもらえると嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。